よろしくお願いします。大丈夫？もう一回。なるほどね。すいません。空の声が聞きたくて、風の声に耳すませ、海の声が知りたくて、君の声を探してる。そう思うほどに会いたいが大きくなってゆく。川のささやき、山のささやき、散るんだ。海の声という曲をやらせていただきました、でなんですけど、我々、マイムという、まあ、バンドっていうんですかね、グループで、なんですけど、実は我々西宮東高校っていう高校の軽音楽部に所属しておりまして、で、で西宮東高校軽音楽部、まあ、宣伝になるんですけど、3月24日にですね、3月の24日にですね、我々高校3年生なんですけど、もう卒業しまして、その卒業ライブというのを、3月24日にですね、やる、梅田の、アムホールというところでやるので、興味があったらぜひ今日チケットのお話でもできたらなと、思っております。実は今日も軽音楽部の人が来てくれてるんですけど、この人たちとか、まあ、僕たちと僕たち実は5人の、バンドで、ちゃんとドラムとかのバンドでやっとるんで、そんなも見れると思うので、ぜひ、そんな話もして申し上げてきてくれたらなと思います。そんな、軽音楽部、まあいろんな学校に軽音楽部あるんですけど、そんな軽音楽部、まあ、皆さん大好きな、曲やりたいと思います。ワンオクロックというバンドですね、マイティロングフォールという曲をルローリーケンシンに使われておりまして、マイティロングフォールという曲を、まあ、アコースティックアレンジでやりたいなと思っております。よろしくお願いします。Oh,
3曲目いきたいと思うんですけども、最後の曲なので、まあ、手拍子なんてしてもらえたらなと思っております。知ってるかと思います。バックナンバーのスーパースターになったら、という曲です。聴いてください。新しい僕で迎えに行くか。
一度好きにならざるを得ないような一人。パースタになったら迎えに行くよ。きっと僕を待ってやっていなくたって迷惑だと言われても、パースタになってよ。男らしくなったあんたらしい僕で来た。